はい、どうも、オアキチのポケモンカードのコーナーでございます。はい。このコーナーね、だいぶ人気になってね、ちょっとすごいことになってるんだけど、はすいません、ちょっと今一瞬に詰まりました。前回の動画を見た方はわかると思うんですけど、お母さんからもらった5000円参考書を買うとか言って、ちょっとポケモンカードの誘惑の方がね強かったから、ポケモンカードをね、親からもらった5000円で買い占めちゃったっていう話を前回したと思うんですけど、まあ今日はそれの買ったものの紹介をしたいと思います。はい、実はですね、デッキを買いました。デッキ、はい、まずサザンドラデッキかな。サザンドラデッキとガブリアスデッキとこのプラズマダウンパワードデッキを、これね、4種類、3種類買ったんですけど、ちょっとね、ケルリオを前回買ったんですけど、このね、この VW の VW じゃないか、BW のシリーズね、ちょっとね、集めようかなと思ってね、ちょっとね、これを売ってあった、その店のね、ところにね、まあ買いに行ってね、まあね、この古い商品をね、買いました。もうこれね、ちょっと古いから、もう Amazon とかでもね、なんか値段が高くなってるのよ。だけど、その店は売ってあったということで、まあ買い占めました。まあこれは結構ね、親に見つかったら、まあ切れるだろうな。まあいい。デッキを3種類買ってた話。そして、これ。で、これね、僕、デッキだと思ってたんですよ。デッキだと思ったら、後ろ見たら、見えるかな？これ、すごいのよ。パックが8パック入ってて、N のね、この N のカードが1枚ついてるだけで、デッキじゃなかったんですよ。これ今ね、僕買って初めて気づいたんですよね。で、パックは、このレッドコレクション。で、レッドコレクションはね、EX カードがないから、まあこれいらないんだけど、まあね、竜のブレードとか、この間当てた、カードとかね、まだ一回も開けたことないカードがあるんだけど、はい。これとか、まあ、このね、他のやつは開けたことあるんですけど、実はですね、ここに書いてある、この、ユーズブラストを、5パックね、買ってきました。これね、もうほぼ廃盤に近づいてきているから、もうこの5パックしかなかった。その店に、在庫はあるんですかって聞いたら、もうこの最後の5パックが、もうこれが最後と、まあ、おっしゃってました。ということで、もうね、ちょっとね、古い商品ね、ちょっと欲しいから、ね、このカードには、確かね、ミューの EX と、あと、なんちゃらの EX と、あと、なんだっけな、ギラティナかな？ギラティナはおらんかったかな？まあ、とりあえずね、あ、そう、ギラティナの EX がおったような気がする。だけど、ミューの EX がね、ちょっと欲しいから、まあ、買いましたね。まあ、EX 狙いでこの5パックをね、開けたいと思います。ということで、はい、最初は、この L のね、ボックスから開けようかなと思ってます。で、その次に、これかな。まあ、デッキはね、まあ、気まぐれで決めます。どれを開けるか決めるんだけど、そのデッキを一つ開けたら、このね、こっちに移ろうかなと、まあ、思ってます。ということでね、これから、親の、金で無断で買ったポケモンカードの開封動画というのを、もうこれからね、やっていきたいと思います。ということで、第1弾は、まあ、これ開けるという話です。ということで、ポケモンカードの、親の金で勝手に買った編が、まあ、今回からスタートします。ということで、ぜひね、見てください。ということで、お脇市のポケモンカードの、まあ、コーナーでした。はい。お楽しみにこれが開けるからね。じゃあね。